はい、私が今左手に持ってるのは猿ですね。なんかよくわかんない子をまた捕まえちゃったんですけど、こいつを温泉に入れてやると、ん？入ってんのかそれあ、入ってるっぽいですね。温泉に浸かってる判定に今なってるっぽいんですけど、まあ、温泉に入ると産地が回復するんですよね。まあこういうのも作ったんですけど、産地ってのが仕事をしてるとゴリゴリ削れて、で労働効率が悪くなるみたいなことが書いてあったので、まあ温泉、産地回復用の場所とかも作ってあげました。であとこちらですね、まあ、採石場ですね。ここは、採石適性があるパルが働いて石を無限に取ってくれる場所ですね。今私が働かせてる子たちだとツッパニャンかな、今奥に小休止って言ってるから、あ、産地低いじゃんツッパニャン、君も温泉に運んであげよう。なんか能動的に自分から入るのかなと思ったら、なんかあんま入んないんだよな。これ温泉置いてる場所が悪いのかな、この屋根なんでそっち行くのかな君たち。ニコニコしてるからいいけどさ。でです、ここまでは順調に拠点は発展させられたんですけど、今回はチュートリアルのおそらく最後、装備と手持ちパルを万全にした状態でレイン密漁団の塔のボスに挑もうっていうのを、まあ、クリアしたいなと思うんですよね。多分あれ、あそこの真ん中に見える塔、あそこにボスがいるんだよな。マップ的には、あ、もう入ってますね。これだ、レイン密漁団の塔、ここを今日は攻略したい。手持ちパルがね、若干まだ迷いがあって、このデフォルトと無臭だ、この2匹はちょっと外しちゃってもいいかな。その代わりね、今回ポヤ騒ぎは連れて行きたいんだよ。ポヤ騒ぎ、おい、この子抱っこファイヤーができるようになったので、抱っこファイヤーしていい？ミルフィーがいるミルフィー、ミルフィーちょっと燃やさせてくれ。行くぞ、抱っこファイヤー、 えぐいよな、捕まえといてあげようかこれ強いと思うんだマップのこの位置にさ、オコチョっていうのがいるんだよね。これレベル11だな。これ行ってみる。これちょうどこの奥かな、あれも多分仲間になる子だと思うんだけど、見た目からして水タイプか。これ抱っこファイヤーダメかもしれないホークインがまた飛んでるんだけどさ、ここら辺がオコチョの場所なんだよな。あー、角神様もいるちょっと強いポケ1匹は欲しいな。あれ、オコチョいないな。ちょうどここオコチョエリアなんだけど、あ、オコチョこれもしかして夜か、夜ポケか。うーん、入ったわ。あ、かわいい何その体の長さレベル11なんだよ、ちょうどいいんだよな、ね、ちょうどいい感じだよね。あ、ちょうど良さそうだな。で、氷ドラゴンタイプでしょ。はい、属性相性的に氷アイスだから炎が効く。これ抱っこファイヤー効くぞ。これオコチョ捕まえよう。オコチョ捕まえてボス戦に備える。あ、ごめん、労働ちゃんはいいや、労働ちゃんじゃなくて、ポヤ騒ぎ、君の抱っこファイヤーで、君の抱っこファイヤーで唇を切ろう。こいつ倒してテイムするぞ。いきます、抱っこファイヤー、君を仲間にしたいこれどうよ、ボス音楽だね。はい、氷を打ってくる攻撃あって、まあ、シールド一発よね。で、何する？あ、氷打ってくる。これはあ、それノーモーションやばすぎる。氷はいいんだよな。あぶねえ、今当たった気がしたけど大丈夫だったらしい。ダックファイヤー終了。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。 HP30 てか回復手段ってないのかこの世界。ちょっと真面目にやるわ、真面目に勝ちを目指す。死ぬ。ちょっと今度はダッコファイヤーを食らわせたら、もうあとは回避に専念しよう。それで戦っていこう。行くぞオコチョ、リベンジだ。おら、ダッコファイヤー、
まずはダメージを食らわせる。ある程度削りたい。で、これが痛すぎる。出が早いんだよな、とにかく。怖い怖い怖い。その攻撃はまだ避けやすいんだよな。ちょっと避けるぞ、避けるぞ。避けることを優先させる。これこれこれ、これ最悪。ちょっとダックファイヤー終わり。が、これよ。3発だよ、3発。3発もらったら死ぬんだわ。もうね、私、戦わない。もう全部パルに任せる。いや、ポヤ騒ぎに任せるよ。最初の口火だけ私が切ってやる。そしたらポヤ、頑張ってくれ。私は避けることに集中する。それでどうにか勝ちたい。頼む。お前に勝ってその後のボス戦までつなげたいんだ。これ、あー、これ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 。でも今避けられたのでかいね。これ、そうだな。ヘイトが分散してる時に私が攻撃するぐらいでいいか。そっちの方がまだやりやすいな。今一発もらったけど、ちゃんとポヤダメージ与えてくれてはいるんだよね。ちょっと私の武器がしょぼすぎて弓だと大したダメージが与えられてないんだけど、ここら辺も強化する必要があるかもしれない。10しか与えられてないもんな。でもいいよ、300、250。あ、結構いいのでは。これだな。私もう避けることに専念しとった方がいいや。これでこれでもう回収する。よし、これで投げる。どう？ 20%。 あと8個しかないんだよな。これもう連続で投げる。この時に攻撃するのやめてくれない？頼む頼む頼む、おこちょ頼む。あ、違う違う、パルス召喚しちゃった。ほら、頼む。 20%。 もうちょい弱らせる。まだ攻撃できるか。まだ攻撃の余地ある。もうちょい弱らせる。少しだけダメージ与えてくれ。 OK、 これで回収して、でこれずるいよ、こういう時に攻撃してくるので。 23% これいける。よし、50。お、56。お、おこちょ、おっしゃ、おこちょゲットした。あー、達成感やば。さあ戻ってきたぞ。いやー、マジで達成感がやばい。いた、おこちょ、何これ、ボスマークついてんじゃん。これはデフォルトアウトかな。全然出番なかったからね。まあ捕まえるのに苦労しただけだけど、ここにおこちょを入れて、いやー、マジで嬉しい。おこちょ、おこちょ、早速出してみよう。いけ、おこちょ。ちょっと名前も後でつけてあげよう。おお、ニョロニョロだ。あ、背中に乗って移動できるってなってるな。ただ、まだロックされてるね。これテクノロジーでアンロックする感じだね。これパルギアだよね。うわ、レベル13だ、おこちょのサドル。もうちょい先だな。ただ、アンロックできれば、素材はたやすいね。いやー、これちょっと後の楽しみにしておこう。いやー、マジで嬉しい。ハードの達成感がやばすぎる。これノーマルもむずいのかな。でもまあ一つ分かったことは、基本的に私が主体となって攻撃するべきじゃないんだろうな。そういうことなんだろうな。おこちょの攻撃力が177でしょ。で、防御が130で、例えばロードちゃんは、ロードちゃん強くね。ロードちゃん攻撃力175あるんだけど。で、防御が118。防御若干劣るけど、これロードちゃん肩並べてんの、おこちょの。はい、ちょっとおこちょの強さが分からなくなってきたので、名前はポテポテンシャルってことで、ポテポテかもしれないし、ポテンシャルあるかもしれない。ちょっと謎。これで多分テクノロジーでポテポテンシャルの蔵が作れる。あ、いけるいける。これを使えばライドができるようになる。ポテポテの上に乗ってボス戦行こう。よし、出来上がりましたね。うん、脱水さんが手伝ってくれてたっぽいね。これでおこちょのサドルが大事なもの、うん、ここに入りましたね。これで、ポテポテンシャルに乗れる。あー、ライドついてる。行くぞ、ライド長押し。おお、おお、遅い、早い。あ、割と後ろの方に乗るんだな。あ、でも走れる、ダッシュもある。あ、でもこれ私が移動するより断然早いや。重っ
ってたよりかは遅いけど、私の速度よりかは遅い。あ、速い。で、この状態で攻撃もできんの？ドラゴンキャノン。おお、撃てるんだ。これどこに撃たれるのかがよくわかんないけど。で、アイスミサイル。あー、はいはいはい、この技ね。多分スキルでセットしてるものがそのまま放たれるんだろうな。よし、初めてのライドも手に入れた。これでもうボス行ってもいいだろう。これで向かってみよう。あれですね、あの塔の中にボスがいる。さあ、どういう敵が出てくるんだろうな。どういう戦いになるんだろう。ただこのポテポテンシャルとの戦いのおかげで、私がやるべき戦略というのは見えてきた。あ、ここにもダンジョンがある。で、来ましたね、レイン密漁団。これもダンジョンだよね。ああ、そうだ、あ、同じだね、この前見つけたやつと。ああ、ここに密漁団いるんだ。ああ、なんかやり合ってない、玉こっことやり合ってんだけど、密漁団。ちょっと今回君らはいいかな、あんま気にしなくて。一応見るだけ見る。 すげえ、あ、めっちゃ銃撃ってんじゃん。これ私が入る意味あるんだろう。これ私敵対してないもんね。私敵対してない。お、なんか捕まってない？なんか捕まってる。あ、でも私撃たれてる。私撃たれてるぞ。これ殲滅するか。よし、行くぞ、ポテポテンシャル。ライドした状態で殲滅してやる。結構このドラゴンキャノンがいいダメージ出すんだよな。アイスミサイルは結構隙が多いから、ちょっと積極的には狙いづらいんだけど。よいしょ、これでよし、密漁団1人やり。さすがにレベル5には負けないぞ。さすがに負けてやらないぞ。よし、これであと1匹か。で、あいつ逃げるか。いや、他のやつに気を取られてるな。ミルフィーに気を取られてやがる。ミルフィーちゃんは可愛いんだ。著作権的にどうとかそういうことは気にせずに、私は彼女を擁護する。彼女か分かんないけど。で、君何？あ、何君？パルを解放する。え、仲間になってくれるかな。君なんだ、なんか虎猫みたいな子だけど。え、うっそ。あ、捕獲できた。チルテと尻尾の結晶は美しいが、死と同時に崩れ落ちてしまう。多頭飼いが金運を招くという迷信が信じられ、チルテとはとても大事に飼われた。おお、こういう形でも手に入るんだね。さて、これ塔って言っても中に入るにはそんなにサイズ感ないね。これポテポテンシャル入れないんじゃないか。これそういう感じ。これどういう場所なんだ。ボス戦に参加する、ライド中は不可能。あ、そういう感じか。よし、ポテポテンシャル降りろ。でね、ちょっと考えたんだよ。私考えた。これ多分ね、ポテポテンシャルだったらね、まあまず勝てるだろうなっていう。なんかボスのアイコンついてるしね、まあ強めなんだろうな、やっぱり。ただこの労働ちゃんで戦って勝てたら面白いんじゃないかと。やっぱり弱いやつがボスに勝てるっていうのは見てて楽しいものがある。今回は私初手は労働ちゃんにします。もし負けちゃったら、まあ、残りのみんなでどんな手を使っても勝とう。じゃあ行きます、行きます。時間制限とかあるの。ボス戦に参加する、はい。長押し、ボス戦を開始する。あ、戦闘はこっちのフィールドなのかな。まあ行きます、はい。これと、あ、イベントだ。なんだっけ、レイン密漁団だったっけが出てくる。あ、出てきた、誰かいるな。あ、え、エレブ、エレブ。おっと、なかなかファンシーな格好。さあ、どんなポケモンを出してくる。エレブーなのか、出してくるのは。エレブーだ。来た。君とポケモンバトルをするんだね。あー、なんか可愛らしいじゃないこの演出。さあ行くぞ。私は労働ちゃんを出します。そして私は基本的にちょっと間合いを置く。
ロードちゃんの力を信じろ。敵の HP3 万、まあ、3万ね、いや結構ロードちゃんいいダメージ出せてるよ、出せてるけどさすがに3万はやばいか。ちょっと後方援護はしよう。結構削られんね。やっぱ労働ちゃんだけは手つきか。とりあえず私は様子見、どんなスキルがあるかを見つつ攻撃したいけど。ああ労働ちゃんやっぱりダメか。やっぱり一匹でどうにかしようって考えるのが厳しいのか。わあ労働ちゃんやられた。労働ちゃん死す。わかった、次行こう。わ訴訟マッチ、行け訴訟マッチ。で私も一応攻撃してるけど29とかしか入らないんだよな。結局パルの攻撃力に依存するところがでかそうなんだよな。あー訴訟ちゃん、そしたら次無臭だ。影は薄いけど君の強さは本物のはず。全くもってわからない、根拠はない。これはしっかり隠れて避けて、よし HP があと17000、ようやく半分に行こうかってところだからやばいね。私の弓がもう尽きる。回復する方法がないからな。せめてパルたち敵の攻撃避けてほしいもんだけど。あこれ3連発、いやーうーわマジか。いや強かったな。これちゃんと属性相性考えないと戦いにくいわ。弓いくらあっても全然 HP 削れないからパルたちでやるしかないもんね。本当はねちょっとね労働ちゃんだけとかでやろうかなとか思ったけど、そういう次元のバトルじゃないわあれで。現状私が持ってるパルで雷属性に有効な攻撃、要は土属性を持ってる子って未病なんだよな。はい、ちょっとメンバーを厳選しました。このメンバーでまたリベンジをしてみようとは思います。ただね少しレベルがまだ低いので、このグデタマと未病、まあ、ちょっとレベル上げをしなくちゃいけないかなっていう状況なんですけど、まずポテポテンシャルですね。まあこれはちょっとさっき出しそびれちゃったので、今回はこの子を一番手にしようと思います。ちょっとこの子のポテンシャルをまだちゃんと見切れてはいないのでね。でその次に労働ちゃん、労働ちゃんはね俺なんか強くなる気がするんだよな。そしてこの労働ちゃんと訴訟待ちのコンボ、これがあると無属性のパルの攻撃力が増加するってなってるので、労働ちゃんのステータスが上がるんですよね。でかつこの訴訟待ちはマッドショットを覚えてるので、これによって地属性のダメージを与えることができる、まあ、弱点をつけるってことだね。で残りはグデ玉と未病。このグデ玉がねちょっと厳選したんですけど、パッシブで屈強な肉体っていうのがあって、これで防御プラス20なんですよ。でまあここら辺はまあそんなに意味がないかな今回は。ただ移動速度も上がるってなってるので、まあグデ玉かな最後の壁は。まあ未病に関してはパッシブ特に意味がない、全然意味がないものつけてるから、まあ最後の壁をグデ玉としてリベンジ、ちょっとその前にレベル上げって感じですかね。よーしこれでグデ玉レベル10になったな。これで再戦行ってみるか。よし行くぞ。今回の一番手はポテポテンシャル。まあこの子だけで決まる可能性もまあないな。さっき戦ってみて思ったけど、この子だけじゃどうにもならんな。行きましょう、リベンジマッチ開始します。さあまたこのムービーから始まるんだね。何も喋らないんだよな、何も喋らないけどなんかニヤニヤ言ってるんだよな。な東横ガール、今度こそ決着つけるぞ。わいきなりその攻撃まずいって、その攻撃まずい。私は基本的にヘイトだけ稼いで、でこっちに攻撃が向いてる間にポテポテンシャルには攻撃してもらう。積極的に攻撃しろ。よし私は逃げるぞ、ひたすら逃げるぞ。私はこれが正しい戦い方なのかっていう気がするけど、マジハードだとこれじゃないと歯が立たない気がするのよな。あヘイトがポテポテに向かった。
ヘイトがポテポテに移ったら私がヘイト稼ぎのために攻撃する。私の方に向かせる。まあそれもそれで危ないんだけどな。これさっきの3発目で私一撃で死んでたから。あーナイスナイス、いいよ。ただちょっとダメージあんま出せてないな、ポテポテ。やっぱちょっと攻撃力が低いよね。ただしばらく離れてれば、あーっとポテポテちゃん、ポテポテちゃんが行ってしまった。次はロードちゃん。君見かけによらずなかなか強いことはもう知ってる。君だったら結構削ってくれるんじゃないかな。あとは一発でかいのもらったりとかしなければ。ほらやっぱ削りはポテポテンシャルより強いんだよな。いって、あそれやばい、それやばい、あそれくそー、それやばいって。もういいかな、ムービーシーンスキップで、スキップしよう。よし、今度こそ勝つぞ。まずは労働ちゃんから。そして私は相変わらず逃げる、逃げるだけ。パルの力だけで勝つ。これでいこう。まあ労働ちゃんの初手どれだけ HP を削れるかってかなり重要だから、がっつり1万ぐらい減らしてほしいんだよな。いやもう何回死んでるんだって感じになってきたけど、もうね、なんかレベルとか防具とかがまだ足りない気がしてきた。なんかそんな気がしてきた。まだ早いとかなのかもしれない。もうでもな、でもな、ここまで来たらな、ここまで収録しちゃったらこのパーティーで終わらせてんだよ。この状況でもう終わらせてんだよ。もう背中を向けてるのが怖いのよ。もう視線切らしてる間にえげつねえ技使ってくるのが怖いのよ。もうちょっと、あでもグレ玉、こんなことしてるとグレ玉が回復してるっていうのもある。だったらもう労働ちゃんで一番ダメ、うん、DPS 高い労働ちゃんでなるべく削ってもらって、そうだな、倒れる前に切り替えてやればいい。でその間に、回復してもらって、まあ、結局私がその間に死なないかどうかって話になるんだけど、これいやもう泣きそう。なんなんこの技マジで。おお、もう何回目だ、もうその面見たくねえな。もう痛いよ。頑張ってロードちゃん。もうやだ、もう追わないで私のことを。もうああもうやだ。一回ロードちゃん変えます。一回ここで訴訟ちゃんに変える。ポテポテ時間を稼いでくれ。ロードちゃんがまた復帰できるまで時間を、ああ一番最悪の技。うわーい、ああ避けられた、これええじゃねえんだよ。よし、シールド回復してきた。シールドが回復すれば1回は攻撃当たる余地ができるから、もうこのシールドだけが頼みの綱なんだよな。でポテポテが、あ今回ポテポテ頑張ってくれてるな。よしよし、いいよ、いい粘りだ。労働ちゃんも HP 半分、7割ぐらいには回復したかな。で敵の HP が半分いったね。ワン、ツー、よし、ナイス氷、素晴らしい。ポテ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 今のナイスすぎるよ。 HP まだ全然残ってるし、いい時間稼ぎ、素晴らしい。初めて君が強いと思った。ポテポテ下がれ、ロードちゃんに変わる。さあもう半分は切ってるぞ敵の HP。 ここでロードちゃんがどれだけ削れるかが鍵になる。ただね、火ダメでかいのよな。ロードちゃん攻撃力はあるんだけどダメージ受ける割合が高い。あと離れるとなかなか攻撃当てられないから、私がヘイト買っちゃってるとダメなのよな。そうそう、それそれそれだよ、それ。もうどんどんパチパチ叩いてやって、これが一番強い。いいよロードちゃん、あーロードちゃんここ変わろう。 HP 残り6000、残り6000、これで訴訟ちゃんは回復してるから、うん、しばらくは時間稼げる。で時間はあと3分でしょ。追われてる、ポテポテ君に変われ。君の働きは素晴らしかった。よしよし、シールドが破られないのが大事。これでよしよし、いいよ、凍らせられるのが一番
ベストなんだけど、残り3000、よし今までで一番いい、よしいいよ、ポテポテ頑張ってくれ、頑張れポテポテ、あーポテ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 、やられた、あやられた、これはテンパるな。まず未病、まだ2分半ある。ギリギリまで、ギリギリまで労働ちゃんの HP を回復する。まだ時間を稼ぐ余裕はある。あ残り1500、これいけるのでは。労働ちゃんここで君の出番、どうやる気はある。あそれもいいんだけど、パチパチやろう、パチペチやれば一気に削れる。それだ、いけいけ、頑張れ労働ちゃん。うわあー勝てた。あー結局、あなんだ、あどこ、ここ、あーファストトラベル。いや結局労働ちゃんとポテポテだったな。あーぶっちゃけグデタマたちはそこまでなんか目立った活躍はなかったな。ただ時間稼ぎはしてくれたから、まあ、そのおかげで労働ちゃんの HP が回復できたってのがでかかった。いやーこれハードマジむずい。でなんだあっち赤いな、ちょっと甘く見てたわ。これはレベル上げて出直してこなくちゃね。ともあれ嬉しい。